かってスタップ細胞が存在するかどうかを調べている理化学研究所の検証実験で、小保方春子さん自身が行った実験でもスタップ細胞ができなかったことが分かりました。これは関係者が明らかにしたもので、スタップ細胞が存在する可能性は極めて低くなりました。小保方さんは今年7月から理化学研究所の検証チームに参加し、第三者の立ち会いの下で検証実験に臨み、スタップ細胞の作成を試みました。しかし一回も成功しなかったということです。理化学研究所は検証実験を打ち切る方向で検討していて、今週中にも都内で記者会見し、実験結果を発表することにしています。記者会見に小保方さんは出席しない見通しです。はい、ということでございました。いろいろやっぱり雪のニュースがね、あるようですね。その雪のニュースの前にこちら、先週はめ殺しさんからいただいておりますけれども、どうやらあれですね、スタッフ細胞がない、うん、今回の件を小保方さん、はい、ねえ、小保方さん云々というよりも利権の利権の方が問題という感じがしますし責任も利権にあると思います。せっかくですから小保方さんにはスタッフ細胞はありませんというごめんね会見を開いてもらうというもやっぱ声聞きたいなと思いますからね。はいはいはい。ねえ。あ、やっぱこれ、僕意味がわからん、ジャンルが違うんでよくわからんのですけども、はい、いずれこれね、例えば僕がですよ、うん、はい、私ね、100メートルね、9秒で走れますよと言ったらですね、そしたら必ず、お前オリンピック出ろよと。はい、ねえ、で、はい、どっかで走らされますでしょ。はい、でも走りませんでしたって言うんやったら、そんな9秒で走れるとは言わん方がいいでしょ。なんかそれはそうです、そうです、ね、それは言わない方がいいです。スタッフ細胞なんかできると言ったらみんな、はい、うわーっと言うやないですか。そうです、そうです。ほんで作ってみ、いや、はい、できます。これどういう意味で言い出して何が目的なんでしょうかね。そうですよね、はい、できるかもしれないと言ってた方がよかった。まあ、そうそんな言い方ってあるのか。どうするもなら9秒で走れるかもしれないと、はい、ねえ、わかりました。まあ、いろんなような、ね、はい、ことがありました。はい、それでですね、はい、ここで、CBC 気象情報もお伝えします。尾張、うん、